きょんばんはエウレカです。今回もやってまいります。マクロスグッズが届きましたということで開封動画をお送りしてまいります。こちらエウレカスタジオでは趣味のマクロス動画をちょいちょいアップロードしてございます。もともと歌マクロスっていうゲームアプリの動画をたくさんアップロードしておりましたが、残念ながら歌マクロスサービス終了してしまいましたので、マクロスイベントに参加しました。マクロスグッズ開封します。あとはプラモデル作ります。そんな感じの動画をアップロードしておりますので、ぜひともチャンネル登録、あとはグッドボタンよろしくお願いいたします。エウレカスタジオチャンネルページ再生リストをまとめてございますので、いろんなジャンル、そう、歌マクロスの再生リスト、プラモデル、マクロスモデラーズの再生リスト、イベントレポートの再生リスト、そんなものね、まとめてございますので、そちらの方からぜひとも他の動画もご覧になっていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。さあ、今回開封いたしますのはですね、先月末まで2023年2月末まで開催されておりました東京タワーコラボイベント、マクロス40周年が止まらないの、まあ、行ってまいりましたって動画をね、ちょいちょいアップロードしましたが、そう、マクロスが止まらないということなんですよ。本家さんの方でですね、あれは何でしたっけ、ショールームか。ショールームの方で、各週で放送されております。各週裏では、マクロスモデラーズ、ノズミルさんのね、生放送が放送されております。まあ、そこら辺との、ま、関連のコラボというふうなことで、ウレカさん3回ほど参加してまいりました。そのレポート動画もね、アップロードしておりますので、ぜひともご覧になってない方はそちらの方もご覧になっていただけるとありがたいです。久々に400再生とか超えて、あ、行ったかいあった、よかった、とか。はい、ごめんなさい、こちらごとで。まあ、そんな感じでね、そう、マクトマコラボ、まあ、マクトマとは歌ってはいなかったんですけどね、マクロス40周年が止まらないというふうな感じで、東京タワーとマクロスのコラボっていうふうにやってございましたが、はい。まあ、一応、ちょっと適当にこんな感じの、はい、東京タワーコラボやっておりましたよ。まあ、なんか、アトラクション参加してきましたよ。まあ、そんな感じのことをやってきておきながらですよ。そう、マクトマの、はい、新しい T シャツが届きましたということで、エウレカさんが着ておりますが、これ確か第3弾だったかな、マクトマの、T シャツでございます。まあ、ちょっと、ここにちょっと燃えよう感じで、この T シャツを選んだんですけど、まあ、本来ではね、エウレカさんはね、このミクモちゃん推し、でございますのでね。まあ、こんな感じでミクモちゃんグッズを揃えるはずなんですけど、まあ、ちょっとこれピンクでございましたで、今回届きましたこの、マクトマ、オリジナル T シャツ。展開されてたのが白と黒の2カラーな、だけなのが、ちょっと残念ではございましたね。なんだろう、規模が縮小してるんで、あ、まあ、いやいや、そんな話はいいや。まあ、とりあえずもう早速開けてまいりましょうね。で、もう、ほんとね、めちゃくちゃ残念だったのが、これ。そう、東京タワーコラボがありました。そこに行ってまいりました。その前からこのマクトマ、オリジナル T シャツ、通販しますよっていうふうなことで、まあもちろんね、予約をして、まあこういうふうに届いたわけなんですよ。ただ、この東京タワーコラボの現地でもそのマクトマ T シャツ販売しますみたいなことがありまして、行きますよ。ちょっと納品書があるはずなので、納品書をちょっと見てみましょう。はい、納品書ありました。はい、見てみます。はい、4180円。確かにね、現地でも確か4100、買おうと思ったんですよね、確かに4180円ぐらいで確かに売られてたんですけど、はい、これね、通販で買いましたんで、送料が770円かかってるわけなんですよ。いや、むしろその、この、今ね、これから開けます、マクトマ T シャツが現地で、買えるというのであれば、それこそ送料かけずに、現地受けは、まあ、それこそライブグッズではないですけど、現地受け渡しとかすればよかったじゃないですか。もう、ね、これ、届いたのが、中外工業さんというところ、中外工業株式会社さんというところから届いたんですよ。ね、このグッズの裏側見てみてください。はい、中外工業株式会社ってここにね、記載があるんですよ。ということはですよ、今回届いたこの T シャツと現地で売られてたこのグッズは全く同じ会社が同時期に生産しているっていうものなんですよ。ということはもう通販を受け付けている時点で、すでにこのグッズを作成するっていうのも決まっていること。
まあそこら辺のタイムがラグがあったかどうかは正確にはエウレカさんは断言できないですけど、全く同じ会社さんが作っているグッズなのであれば、この T シャツをね通販する、いやこれが仮にですよ、ごめんなさい、愚痴動画になります。今回の、グッズ開封動画は愚痴動画です、お付き合いくださる方は、このままお付き合いください。愚痴なんか聞いてらんねえわという方は止めていただいて一個に構いませんのでね。そう、これがね仮に先に届くんだったら送料を取るのはわかるんですけど、いや現地で買えるんだったら現地で買ったわ、で現地で来たわで、ね、ちょっとそれが納得いかなくて、正直その料金がかかる否かとかそういう問題ではないんですよ。ね。先に手に入れられるからこその通販じゃないですか。現地で売られるって分かってたら、いやもうそっち優先したわっていうね。まあ現地だと品切れる可能性もあるから、まあ通販っていうのもあるのかもしれないんですが、いや、この送料はないわ。そしてね、後で届いた。まあちょっと残念極まりないですけど、まあでも、嬉しいです。マクロスグッズ、無事手に入れられてよかったです。いや、むしろね、現地で、まあ動画でも撮影して、レポート動画でも語ってはいたんですけど、いや、むしろその、お土産で、ね、いや、じゃあもう T シャツもう一着買ってっちゃおうかなとか思ったぐらいなんですよ。ただ展示品で、まあ、これは売れま、もうちょっとサイズ的にね、お土産買っていく相手が XL のサイズの方なので XL 展示品しかなくって、あ、これはお売りできないんですよ。サンプル品で、ということで買えなかったんですけど、いや、むしろそこで買おうと思ったぐらいですからね。なぜ予約したものが後で届く。ごめんなさい。愚痴です。開けていきましょうか。はい。ガサガサガサということで、申し訳ございません。はい。エウレカさんのマストアイテム、白 T シャツですね。この、ライブ T シャツとか、そういったところで黒系もちょいちょいあったりするんですけど、やっぱダメですね。エウレカさんが着る T シャツは、やっぱ白が一番です。まあ、たまにこういう風なピンクとか黄色とか着るのも、まあ、それはそれでいいんですけど、エウレカさんはちょっと黒な感じではないっすね。はい。あと、この、サイズ感か。最近またちょっと悩んでおりますが、この L サイズ。そう、T シャツ。まあ、結局ね、メーカーさんに発注して、このプリント T シャツっていうのを作ってる。まあ、ぶっちゃけ言ってしまえば、ただただそれだけなんですよ。自分でね、このデザインを発注すれば作ろうと思えば作れるんですけど、そう、この T シャツね、元メーカーさんによってこのサイズ感が結構変わるんですね。通販とかで売られてる場合、そのサイズとかが書かれてることがあります。今後はちょっとそういうとこも気にしていった方がいいかな。最近、ちょっとおっさん体型になりつつありますので、 M サイズではなく L サイズを取り寄せるようにしてるんですけど、やっぱり L はでかい。先日ですね、スパイファミリーの T シャツっていうのをちょっと L サイズ着てみたら、やっぱね、もうここら辺肩がねだるんってなるんですよ。どちらかというとピチッとした方が好きなので、ただあまりにもピチピチすぎる、なんだろう、レディース M みたいな感じのねサイズが届く時もあったりするので、やっぱり M だな。ちょっと広げてみましょうか。喋ってもしょうがない。はい、 L サイズ。いや、やっぱでかいわこれ。着替えてみました。こんな感じ。いや、やっぱりちょっとこの袖の部分とかね、先ほど着てましたピンク色のマクトマ、サード T シャツかな、が M サイズなんですけど、これ L サイズ、やっぱちょっとでかいですよね。ちょっとダボつき感があります。あと関係ないんですけど、ここちょっと見てみたら2021年ビッグウエストって書いてあるんですよ。これ2021年、例えばマクロスデルタのとかで書かれているのは、よく見かけるのは2016年とかそういう風な年代なんです。これ2021年ってちょっと中途半端じゃね？むしろなんかこのデザインされたのがもうすでに2021年の時点で描かれてたっていう、このマジロさんデザインはすでにその頃から、だって、闇幽霊とか、劇場版絶対ライブ、マクロスデルタ絶対ライブ、劇場版マクロスデルタ絶対ライブが公開されたのが2022年なわけですよね。あ、2020年なわけですよね。だからその翌年にはもうすでにマジロさんこの絵を描かれてたっていう、そういうことなのか。ちょっとこの表記、ちょっと不思議な感じではございますが、はい、ということでね、はい、まあ、例えば闇雲ちゃんなんかどこに、ドセンターにいるかな、闇雲ちゃんだったり、まあそれこそこの三雲ちゃんもね、あれ、どこだ、あ、ここにいるということで、
いやー、久しぶりに、なんか、新しい T シャツのような気がします。最近ね、なんか新 T シャツ、そうだな、ライブでも、5月のね、ラストミッション、ラストミッションか。あそこら辺のね、T シャツの販売もありますのでね。あ、一応グッズは、購入はしておりますので、届いたら開封動画また撮るつもりですのでね。ライブグッズもまた開けていきます。あ、そうか、ライブグッズ検討動画とかそういうふうにやってなかったな。失敗したな。ちょっと、また動画は作ってやってみようかと思います。まあ、こんな感じでね。はい、マクロスグッズ、趣味のマクロスに関する動画をですね、いろいろアップロードしておりますので、今後もお付き合いいただければありがたいです。よろしくお願いいたします。申し訳ございません。ちょっと今回はね、ちょっと愚痴動画になってしまいましたが、いや、ほんと、ふざけるなって、ちょっと思いましたね。だって、もうイベントがあるっていうのもそれこそ分かってたわけですから、ね、イベント抽選券、一応エウレカさんは行ってまいりました。そう、イベントに参加してきましたっていうそのレポート動画もね、3回のうちの2回目のところでね、アップロードしております。そこら辺もちょっとご覧になってください。そう。演者さんのね、鈴木みのりさん、西田のぞみさんが、登壇しますっていうイベントも決まってたんであれば、だったらもうそのタイミングでこの T シャツも売ります、お届けしますっていうのをね、もう先に言っとけばよかったんじゃないのかなと思いますよ、中外工業さん。ごめんなさい、愚痴が止まなくなってしまっております。まあそうですね、これからライブもありますし、あ、でもライブ、話がちょっと久々に止まんないな。そう、もともとね、歌マクロス動画っていうのをアップロードしているときは、ほぼほぼ毎日のようにね、その歌姫たちの歌い踊るシーンをね、見ながら、エウレカさんが歌うっていうそういう動画をアップロード、もうほんと毎日のようにしておりました。なんだろう、もう完全にね、エウレカ日記みたいな感じで、歌マクロス動画をアップロードしていたんですよ。だからそういう雑談とかも結構、こうね、含まれておりましたので、まあそういうところをね、ご覧いただけてかったかどうかは別の話ではございますけど、まあゲームの部分しか見てないっていう人がいても、それはそれでね、ありがたいのでね、もうとにかく再生していただけるだけで本当にありがたいんです。まあただ最近はね、そういう風に雑談、動画でね、雑談をするということがなくなりました。まあ生放送っていうのをやっております。エウレカスタジオ、サブチャンネルですね、エウレカスタジオゲーム配信っていうところをやっておりますので、そちらの方では結構雑談もね、交えながら、ゲーム配信しておりますので、そちらの方もお付き合いいただければありがたいです。ぜひともよろしくお願いいたします。そう、ライブといえば、その、ラストミッションか。ラストミッションっていうことでライブがね、やるっていうことなんですけど、でも、ちょっとエウレカさんが今思っておりますのは、そこで、ワルキューレというかマクロスデルタが終わるっていう話は、宣言は一切されていないわけなんですよ。ご存知ですか？ワルキューレが止まらない。間違えた。ワルキューレが止まらないは、セカンドライブの手前で出たアルバムであって、でワルキューレが裏切らないは、劇場のワルキューレ、劇場版マクロスデルタ、劇場のワルキューレのタイミングで出ました。で、次に出た時の、ワルキューレ、間違えた。綺麗な花には毒があるじゃん。なんだっけ？違う。それじゃない。あ、あそこにあった。未来は女、ちょうどあそこに、アルバムが飾ってあります。そう、未来は女のためにあるってね、シングルが発売されました。劇場版のイメージソングみたいな感じで、いや、そういう風な劇場版になるのかなってイメージしてあるんで、アルバムとして出たのはワルキューレ、リボーン。で、シングルとして出なかったのが、ワルキューレは諦めない。そう。でも、ライブツアーとして、ワルキューレは、そう、言いたかったとこそこなんですけど、ごめんなさい、周りくどくて、そう、ワルキューレは諦めないライブツアー2020っていうのをもともと開催しようとしてたのが、それができなくって、いや、違う、その手前に、ギャラクシーライブ、まあいいや、まあそこら辺の、そう、言いたかったのは、ワルキューレは諦めないっていう、そのライブツアーを開催したじゃないですか。で、そして、ワルキューレは諦めないっていう楽曲をその後に出てきたわけなんですよね。ミラオンは確かにその時歌いました。ワルキューレは諦めないは、劇場、あれどっちが先だったかな喋ってて分かんなくなってきた。まあ、でもとにかくそう、言いたいのはそう、ワルキューレは諦めないっていうその楽曲がちょっと前後してたっていうところね。そう、ラストミッションっていう今回のライブタイトルも、決してワルキューレが終わりとかいう、そういう話ではなく、下手したらですよ。下手したら、
ライブの手前にシングル、何かしらの、円盤を出すのかなと思ってたら、なんかライブ特集円盤を出しますっていう、そういう風な発表がね、まさにね、そのイベントの時、これ、これ行った時、イベントの時にそういう風に発表さ、このタイミングじゃない、どのタイミングだ。まあ、いいや。そんな感じで発表されましたが、ユーレカさんの考察的にライブ手前に円盤を出す、じゃないのかなっていう風に考えてたけど、出なかった。でもラストミッションある。ということは、ラストミッションはあくまでその、本当のラストミッションの前振りと、今は思っております。その、ね、結局、円盤の発売っていうのが、要は、発表されたじゃないですか、先日ね。ライブアルバム、まとめたのは発売します。あ、ということは、ラストミッションのね、やっぱ次があるんですよ。だから、ライブとしてラストミッションをやって、ラストミッション円盤出します、は、ラストミッション劇場版やります、じゃないけど、なんかね、そういうのがあるんじゃないのかな、と思います。結局、発表されるのは、その、ラストミッション。結局、東京2公演、大阪2公演ありますから、その大阪のね、最終のところで何かしらの発表があると思いますのでね、ラストミッション。ライブで終わりじゃないと、今はエウレカさんは思っております。そう、この間ね、その東京タワーのイベント、繰り返しになりますが、東京タワーのイベントの時に、まあ、何かしら発表あるんだろうなと思ってたんですけど、それが新曲じゃなかったということは、はい、ラストミッション、ライブの最後に、続きがあるっていう。発表が来ると思っております。すいません、久々にちょっと雑談になってしまいました昔はね、歌幕動画をやってた時はこんな雑談をね、毎日のようにお送りしてたんですけど、まあ久しぶりになんかちょっと喋ってみたくなりました。なんつうかね、愚痴ってたら熱がテンションが上がってしまって喋りたい気分になりました。はい、最後までお付き合いありがとうございました。まあここまでご聞いていただいている方は、まあすでにね、ウレカさんの動画いっぱいご覧いただけてるということだと信じております。はい、たまには生放送も見に来てくださいよろしくお願いいたします。そうしましたら、今回はこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。ライブ楽しみですね。きっと、見る箱とか多分、なんだ。ライブビューイングとかもね、あると思いますからね。現地に行けないという方も、きっと何かしらチャンスあるはずですからね。楽しみに待ちましょう。